スノーマン宮舘涼太、メンバーへの、さりげない気遣い、に、素の愛感じる、さすが舘様、の声。スノーマンの公式 YouTube チャンネルが28日に更新された。メンバーの宮舘涼太が見せた、さりげない気遣い、からグループ愛が垣間見えるとして、注目が寄せられている。スノーマン宮舘涼太、メンバーへ、さりげない気遣い、発揮動画には宮舘の他にラウール、渡辺翔太、佐久間大介が登場、みんなでピクニック、と題し、佐久間の運転する車で着いたロケーションで、のんびりと過ごす様子が収録された。宮舘はメンバーのために、サプライズでおにぎりを手作りして持参。2時間早く来て用意したといい、ドライブ直後で空腹だった3人を喜ばせた。おにぎりは海苔を別で巻けるよう工夫されており、メンバーは、海苔セパレートにしてんじゃん、ちゃんと、と驚きの表情に。さらに、一つ一つがメンバーカラーの巾着に入れてあるというさりげない気遣いもあり、渡辺は、可愛いんだけど巾着、と嬉しそうに反応していた。